今回だからせっかくなんで、うん、僕が思う岡田斗司夫の何がすごいかっていうのちょっと ありがとうございます、はい、これね何といってもね線引きのテクニックだと思うんですよね線引き、はいはいはい、だからみんなが考えている漠然としたラインってあるじゃないですか、はい、どっちでもいいかわからないっていう、はい、そこにパーンと線引いてこれはこういうもんやっていうのをまず言ってしまうところが本当にすごいですね、俺はそれはすごいと思う、はい、すごいあの俺やっぱり自分でも大発明だと思うのは、はいはい、悩みが多い人は悩む時間を決めようっていう一日に何時から何時までしか悩んじゃダメってい う, そうだ全部だからそこをはっきりさせてくれるから、うん、ぼんやりしてる人は助かるんだと思うんですよでもそれってさやっぱ自分がなんか年がら年中悩んだり夜中寝れなかったりして、うん、自分を守るためのテクニックとして編み出すわけだから、はいはい、逆に言えばみんなそこまで追い込まれないからこれしなくて済むわけでしょだからそのなんだろうな貧困の果てに、はいはいはい、あの闇金に走るやつって貧困の果てがあるからこそ闇金に走るわけじゃん、はい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 、線引きするやつはその果てまで追い込まれてる、はい、その追い込まれてることを一回ちょっと分かってよとなるほどでもこの分かってよっていうよりは線引きのテクニックだよっていうふうにカジュアルに言った方がみんな取り入れやすいじゃん、うん、いやお前ら一回なんか貧困の果てまで行ってみろとかさ自己嫌悪の果てまで行ってみろって言っても行きたい人なんかいるはずないもんないね、それよりはこれだけの方がいいそうです、本当そうです、ね、もう昔から言って俺はツールになりたいツールになりたいカリスマではなくてツールになりたいなるほどなるほどみんな足し算考えた人の名前覚えてないじゃんそうです、ね、アインシュタインの相対性理論ってみんな名前知ってるけどさ相対性理論なんか日常で使わないじゃん、はい、足し算ものすごい使うんだけど、ね、足し算とか車とか、ね、車車輪とかさ、はいはい、発明した人の名前なんか誰も覚えてないんだよねそうですねいつの間にかでもそれが理想じゃんなんか人間の仕事として文化になりたい文化じゃない文明になりたいとあの便利になりたい便利、はい、便利というぐあーカート・コネガット・ジュニアってまあまあ今ジュニア取れてるんだけどさその人の、はい、そのなんだろうなタイタンの幼女って小説があって、はい、比較的初期の長編なんだけど、はい、大好きですよね、はいはい、あれの中で僕を利用してくれてありがとうってセリフがあってありますね、はい、あれしびれるじゃんたまんないっすよ、ね、みんな俺は利用されたんだとか、はい、利用されるだけの人生でいいのかって、はい、そうじゃんよ誰かに利用されることがどんなに素晴らしいかっていうのを書いてあって俺には全くもう自分には縁のない綺麗な魂で書かれた小説なんだけどとコンセプトだけは分かるんだよなるほどそこを素晴らしいと思うのか人間って素敵っていう異星人の目で人間って素敵ってそんなサロの目線で見てたんですねじゃあねいやだからね俺ね未だに岡田さんが言ってたんで、うん、あの岡田さんがある日、うん、僕は靴下はもう黒しか買いませんって言って色を迷いたくないからって、はいはい、もう僕未だに黒しか買わないですおかげで靴下に悩むことがなくなったんですよ、はいはいはい、右でも左でも大体靴、はい、あのいいじゃんっていうそうめちゃめちゃこれ便利だなと思って石川純に俺行った話したっけえそう石川純に石川純にいた時に石川純になんでって言われて朝靴下どの色履こうか楽しみじゃないのって言ってだもうそれはねだからお前の漫画つまんねえんだよそっち派ですよ、ね、そっち派だと思う、ね、もう日常の方にエネルギーがいっちゃってるからあとねもう一個名言でね、うん、岡田さんがね料理ってプラモデルだと思ってるんですよねって言ったのすっごい分かりやすくてあプラモデルって解釈するとレシピは設計図ですよね、うん、で言われた通りにやればプラモデルって完成するわけじゃないですか、うん、そう考えると料理って 重くないなと思ったんですよね、はいはい、誰でも作れるじゃんっていうことで、うんうん、そういうとこのセンスがすごいなと思って俺あの大学で教えた時創作論教えた時に、はいはい、カレーと肉じゃがは材料が同じで最後の味付けだけで変わるからそう、はい、構成要素で見ると、はい、カレーと肉じゃがって同じものってはいはい、うるせえ分かるんだけども、はいはい、なんかそういう構造的なものの見方しないとパクれないよって、はい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 、でみんなあのクリエイター志望の人だからパクるのはいけないことだと思ってるんだけど、うんうんうんとにかくまずパクってパクってパクらないと作品の作り方分かるはずないからで大事なのはバレないようにパクることだからそのためにはカレーと肉じゃがが本質的には同じもんだっていうことを押さえておけっていう話をしてたんだけどねなんかあのそういうのって好きよね俺こういう割り切りとか本当にうまいですよねだから そこを割と強引にやっちゃうから文句言う人もいると思うんだけどそれに救われてる人はすごいね特に日本人って言われてると思いますよ。ぼんやりしてる。ああ、もう利用されてるって意味だね。僕の言い方で言うと、利用してもらってるってだから。そうですよ。だから文句言う人ってさ、うん、あの負け感感じるから文句言うわけであって、なんか俺が言っても岡田斗司夫ほどの影響力がねえって分かってるから文句言うわけであって、はい、これはなんか僕の考えじゃなくて、僕よりなんかね強気の人の考えだ、はい。で僕あの強気になるときはそういうふうに考えれるの。うん
なんだろうな、そんなやつは所詮こんなやつだって、で弱気になるとみんな誰一人全員この世の中の誰にも恨まれたくないというふうになる時があって、あ、はいはい、今喋ってる時ちょっとハイになってるから、はい、上がってる強気の方の俺になって、はいはいはい、家帰る時に弱気になって泣くの。